はい、半分編み込みでこっちをすっきりしたい時のアレンジでいきますね。で、手のひらにワックスをつけましてなじませます。で、半分こっちの部分を編み込みしたいので上にかぶる毛を取りますね。こんだけの毛が後ろに来ますのでかぶせる部分を考えましてこれを取っておきます。で、この部分を編み込みます。裏編みでいきますね。裏編みですることによって締まりが良くなりますのでしっかりとした編み目になりますので今回は裏編みでいきます。こういう形でね、右左交互に編んでいきます。ここですね。今で耳のところなんですけどしっかりこう持ち上げるようにして引っ張ってここがたるまないように編み込んでいきます。で、徐々に後ろに向かっていくように、後ろっていうのはこっちです、ここです、向かっていくように編み込んでいきます。で、耳上のところまで来て耳後ろのところまで来ましたのでそろそろ三つ編みに変えます。ここまで編み込みましたらここからが三つ編みですね。こういうことですね。で、最後にゴムで留めます。ゴムで3回転留めます。3回で止まりますね。こういう状態ですね。で、これでピンつけてもいいですし、つけなくてもこのままでも大丈夫です。で、こうすることによって横のすっきりさが出ながらこっちをちょっとね下ろしておくという感じ でちょっとこっちカールつけますね。カールつけることによって後ろに前髪が鬱陶しいので後ろ向けにね、外羽に巻いて動きをつけで、この部分でですね、カールが足りてなかったので外向けに、向こう向きですねにカールを作りました。で、ほぐします。で、ほぐして手ぐしで整えてもらうとあと顔周りもね、すっきりしながらこっち側に編み込み入ってますので今回裏編みにしてますのでしっかりとした編み目が出るんですね。で、表編みの時には柔らかい感じになるんですけど裏編み特有のしっかりとした編み目、カチッとした編み目ですねが出ますのでこういうヘアアレンジの時には、まあ、しっかりとした方が合いますので、あとはワックスなので揉み込んでいただいてちょっとこう動きがある方がこの編み込みに合いますのでちょっと毛先動かしたりトップもねボリュームつけたりで長時間、まあ、持たせる場合はスプレーをハードスプレーをつけてもらっても大丈夫です。こんな感じですね。編み込みが完成しました。まあ、女子会とかにねそういうヘアアレンジに使ってください。